大阪大学の竹谷教授のグループは、世界最高の性能を持つ有機 TFT を用いた液晶ディスプレイの駆動に成功しました。今回の成果によって、有機 TFT の課題であった高速性能と簡便な静膜方法の両立が可能となり、高性能フレキシブルディスプレイの早期実現が期待できます。今回私たちが開発しましたのは、有機半導体の単結晶を印刷というですね、簡単な方法で作る、そういうプロセスに関するものです。と、有機半導体の膜をですね、非常にきれいな結晶にすることによって、これまでよりも一桁以上高い性能を実現することができました。従来の有機半導体デバイスは、印刷などの簡単な方法で半導体回路を構築できるものの、高速の素子が実現できませんでした。竹谷教授のグループは、配列しやすい分子設計を行った新規有機物半導体材料アルキル DNTT を用いることにより、高性能な有機 TFT を約5分程度で一度に作成することを可能としました。で、実際に私たちはここの展示でですね、液晶の矜持装置を組み合わせて、この有機半導体を用いたディスプレイを製作しております。で、これはいくつもの画素をですね、同時に動かさなければいけませんので、多数の素子をこういっぺんに配列して形成するという必要があるんですが、そういうことに取り組んだ結果、うまく画素を表示させることが実際に実現しました。今回駆動に成功した液晶ディスプレイは、画素数が 30×23、ピクセル密度が 17ppi 程度ですが、今後は開発したプロセスを有機 EL パネルと組み合わせて、高精細のディスプレイパネルの駆動に利用する予定です。有機半導体のメリットは、そういうシンプルな塗るだけの方法で、室温近くの低温でですね、プロセスできるということですので、例えばプラスチックの曲がる基板の上にこれを作って、くにゃくにゃ曲げられるディスプレイですとか、あるいはすごく薄くて折りたためる、しかも低価格のディスプレイですね、を実現していきたいと考えています。もう一つ、この材料の特徴として、性能が高い移動度がこれまでの10倍だということですので、大きなここにありますポスターですとか、画素がたくさんあるものを表示するためのディスプレイとしても有用ではないかなと思っています。